りこの福祉っていうものに取り組むことは日本人として生まれたからにはもうすごい優先度の高い取り組むべきことのすごい一つだと思いますし、それが嫌な人は日本捨てて海外行ったらいいと思います。まだなんとか大丈夫、見ときましょうかな。ちょっとテレビを見といてください。次はね、またちょっと事務所の方に移動して来年やる予定の京都の施設の間の業者さんとちょっと打ち合わせです。で、またこっちに戻ってきます。江尻さんが、はい、今の段階でまた就活をするってなった時に、はい、どんな会社入ります？一番はもう別にやるとしたらもう一回同じ福祉業界かなって思うんですけど、ちょっとその思考は置いといたら、外国語勉強してグローバル企業に入ります。日本グローバルに関わりだして、はい、世界って面白いなって遅ればせながら思ったけど5カ国語ぐらい習得してグローバル企業で働きたいなって結構思ったりします。日本で培われているいろんなもの、人もそうだしサービスとか商品とかっていうのをもっと海外に対してこう出して、それを必要としてる国っていっぱいあるんじゃないかなと、知らないだけでって思うんですよね。だから強くてニューゲームするならそっちかな、福祉以外でやるとしたら。やっぱり一番は福祉なんですか？そうですね。日本って結構お先真っ暗じゃないですか。国とか政治家がそれに対してこう真剣に考えて何とかしてくれるのかって言ったら、まあ多分してくれないんですよね。なぜかって言ったら、日本が高齢化することって、人間ってまあ1年経てば1歳年とつ取るから、今の80歳の人の人口ってだいたい50年前には分かってるわけじゃないですか。50年前30歳の人が50年経ったら80歳になるわけなんで、そうそう、だから高齢化することって分かってたけど、結局それをこう先送りにし続けてきた結果が今だと思うんですよ。はい、うん、でももうさすがにちょっと先送りにできないタイミングが日本で来てるのかなって思って、うん、じゃあそれを先送りにしてきたこう国とか政治家の人が、じゃあ今更なんか何とかしてくれるんかって言ったら多分無理だと思うんで、じゃあそれ誰するのって言ったら、ね、もう自分たちで何とかするしかないですよね。やっぱりこの福祉っていうものに取り組むことは、日本人として生まれたからにはもうすごい優先度の高い取り組むべきことのすごい一つだと思いますし、それが嫌な人は日本捨てて海外行ったらいいと思います。最近ご入居者さんある方、ちょっと急ぎで入られて、その方は、まあ、実の息子から虐待を受けてたみたいな、ネグレクトっていうね、介護もう介護放棄、今すごい落ち着いて生活されてるんですけど、世の中って今でもすでにそういうことって多分たくさん起きてるんですよ。大変ですよ、やっぱりそのいろんな老人ホームありますけど、例えばじゃあ保証人の人がいないと入れないとかってあるんですよね。でも保証人になってくれる人いない人なんていっぱいいるわけですよ。じゃあその人って施設入れないの、自宅でも苦しい思いしながら生活しないといけないのっていうような、まだ世の中なんですよね。僕はそういうことに対してこうなんか関心があるというか、そういうことをなんとかしたいなっていうのでこの仕事を続けてるんで。それはいつ頃から考え始めたんですか？あ、でもそれも社会人入った時からそうです。大学でもちろんそういうこと勉強してたんですよ、普通に学問としてね、はい、高齢化によってこういう問題が起きますと、独居高齢者の孤独死がありますとか、でいざこうじゃあ社会人になって働き出して現実見てみると、そんなことよりももっと大変な人たちって山ほどいて、そういう人たちをも対応するっていうのがこう組織として例えば許されないとか、優先度がどうしても下がってしまって、本当に目の前に困ってる人がいるのに自分じゃ結局何もできないなっていう、こう無力感を感じてる人たちってこの福祉業界でたくさんいると思うんですよ。そういう人たちの気持ちすらも受けて頑張れるような自分たちであり会社でありたいなって思いますね。当然企業なのでね、ロマンとソロバンなので気持ちだけじゃどうにもならないこともあるんですけども、はい、ただ考えに考えたらいろんなことって結構その収益も出した上でそういうことに対しても取り組んでいく方法って結構できるなって思って、
そしたら誰も損しないじゃないですか。会社も収益上がるし、困ってる人も助かるし、で働いてる人たちもそういう人たちを何とか助けれたって、その人たちの力になれたっていうのでやりがいにもつながるし、誰も損しない話なんですよそこって。だから企業は必死にもっともっとそう収益を上げることも考えていくべきだと思います。そこがないと企業は経営できないんで。人が4月から法なのか規定が変わったみたいで、うん、それも説明あると思うんですけど、うん、その都合で全部パッと答えていきましょう。パッと答えていきましょう。会社の中で一番尊敬している西里部長です。西里部長でただただ監督させられるのは仕事のさばき方ですね。部長っていう立場で部下もいるので、こう部下に仕事を振りつつ、こうちゃんと全体像と方針は把握してるんで、相談したらすぐ返答を返してくださるので、西里部長でよくすごいなと思うのが決断の速さです。結構僕答えまで時間をかけてしまうんですけど、見習いたいなと、見つけたいなと思います。来年いよいよ次はこう京都に桜びらを出展する計画があって、まあ、そのためのちょっと業者さんとの打ち合わせで話をしてました。なんか課題とかはないですか？それについて介護保険制度上のこういろいろ申請とかっていうのを新しく全部やらないといけないのと、やっぱ京都は京都のちょっと独自ルールがあるみたいなのをちょこちょこ聞くんで、今ちょっとそれ調べたりとかして準備してるんですけど。今はどの段階なんですか？今はね、そろそろ契約しようかなっていうぐらいの段階です、うん、その直前に大阪でもう一個新しい施設というか開業予定なので、来年の春多分ビビるぐらい忙しいやろな。新入社員も入ってくるし。うわ、やばいっすねそれ。やばいですよ。もうどうしようって感じ。やるしかないですからね。と施設が良くなるかね、どうすればもっと良くなるか。磯崎やろうか。そうやな。いや、一人でやってる。おっさんは大きくは変わらず。ああ、そう。なんか先週 ST の先生言うには状態は変わってないとは言ってたんやけど、まあな、週替わりするわな。おっさんはめまいの具合とかはない？ない。なんかすごいやっぱ2日ぐらい溜まると気にしはるよね。ちょっと移動するわ。また明日。また明日。そうですよね。新卒採用で、取りたい人ってどういう人ですか？なかなか深い質問ですね。一緒に仕事して楽しい子がいいっすよね。ね、前向きさとか真面目さとか、まあ、それぞれのこう良さはあると思うんですけど、会社のこととか利用者さんのこととかはやっぱり好きになってくれる人じゃないと逆にしんどいと思うんで、なんかやっぱこう好きなところをね見つけて一緒に頑張ってくれそうな子と働きたいですね。あんま能力とかは関係ないかなと思います。でもなんか今の世の中ってもうちょっとやってこううまくいかんかったりとか、他に気が移ったらすぐ転職してキャリアアップみたいな風潮あるじゃないですか。そうっすね。でもやっぱ一の上にも3年じゃないけど、やっぱある程度続けないとこう物事の本質も見えないし、それをちゃんと続けれる人と一緒に働きたいですね。僕が思うこの仕事の価値って結構その日本の将来につながる仕事かなって結構大きく言うと真面目に思ってるんで、やっぱりその自分自身がこう仕事っていうものを通してやっぱ社会に対してこう何かしらこう価値を発揮したいとかっていう気持ちがある人たちは多分すごくやりがい持ってできる仕事だと思うし、でかつその中でうちの会社はやっぱそういうところをすごく大事にして、で一人一人がこう思ってること感じてることを
実現させたいなって思ってる会社なので、本当に一緒に来てくれたらそれぞれがこう充実した人生を送れるようにできるんじゃないかな、やってあげたいなって思ってます。